涙なしでは語れない名作が2チャンネルにありました。タイトルは、貧乏な後輩。ハンカチを準備してご視聴ください。俺の家は小さなパン屋をしていた。親父がパンを焼いて、お袋が店で売るという店員二人の小さな店だった。俺は幼稚園の頃から店を手伝っていた。すぐ横にはおじさんがやっている豆腐屋もあったので、掛け持ち、で手伝っていた。友達と遊ぶのも良かったが、店でお客さんと話す方が好きだった。俺が中学生の頃、うちの店によく来る親子連れがいた。決まって食パンとラスクとパンの耳を買っていった。お袋はいつも一緒に来る女の子にアンパンをあげていた。お袋は、あの人はかわいそうな人なのよ。と言っていたが俺にはよくわからなかった。しかし、アンパンをあげた時の嬉しそうな顔は本当に絵に描いたような笑顔だった。まだ中学生でお母さんの言っていることが理解できないでいました。しかし間もなくしてその理由を知ることになります。それからしばらくして、お店に来たお客さんの話でお袋の言葉の意味がわかった。その家庭は母子家庭で子供が4人もいた。早くに親父さんを亡くして母親1人で育てていた。しかも、その兄弟の1人が中学生で俺と同じ部活の後輩だということもわかった。その後輩は女の子で普通の子だった。ただ、思い出してみると、お弁当を忘れてくる日が結構あった。俺はそのことと、聞いた話とが一気に合わさった。俺はショックだった。どうして今まで気づかなかったのかと悔やんだ。別に何をしてあげるというわけでもないのに、とにかく自分の無神経さに腹が立った。俺は次の日から、その後輩に話しかけるようにした。できるだけ近くにいようとした。そうしないと気が済まなかった。俺はお弁当を2人前持って登校するようにしていた。うちの中学は弁当は部室で食べることが基本になっていたので、後輩がお弁当を持っていないと分かった時には、俺もう食えないから1つ食ってくんない?とあげることにした。遠慮しながらも、ありがとうございます。と嬉しそうな顔をしてくれるのが、俺の何よりの楽しみだった。後輩が弁当を忘れたと言っていた本当の意味を知り、気にかけながら生活していました。そんな日々を繰り返していたある日、後輩がいつもの女の子と店に買い物に来ました。俺の知っている限り、後輩がうちの店に来たのは初めてだった。後輩は恥ずかしそうにいつもの買い物をした。その時にぼそっと、いつも気を使っていただいてすみません。私のうちは貧乏なもので。と後輩が言った時、俺は涙が出てきた。お袋も泣いていた。後輩も泣いていた。俺は手当たり次第、店のパンを袋に詰め、隣のおじさんの店の豆腐も踏んだ食ってきて、後輩に渡した。しかし、後輩は受け取らなかった。生活はできているんです。贅沢はできないけど大丈夫です。と明るく笑顔を見せていった。俺は恥ずかしくなった。自分が情けなく感じていた。すると親父が出てきて、一度袋に入れたパンなんか売り物になるか、その子によくお願いして持って帰ってもらえ。と一言言ってまた引っ込んでいった。頑固親父らしい言葉だった。お袋は、重くて大変だから持って行ってあげなさい。と俺に気を使ってくれたようだった。両親の温かさを感じることができる一コマです。後輩を送り届けるときに、初めて後輩の環境について踏み込んだ話をします。家まで送っていく途中、いろいろな話をした。今までの生い立ち、今の生活のこと、亡くなった親父さんのこと、将来のこと、できるだけゆっくり歩いて話した。俺の知らない苦労をしてきているんだと思った。俺がお弁当をわざと2つ持って行っていることは気づかれていた。家に送って行った直後、後輩のお袋さんが謝りに来た。余計なことを言ってこじきのような真似をしてすみません。と土下座をして謝っていた。俺は、俺が余計なことをしてしまった今までの経緯をお袋さんに話すと、お金だけは支払うとお金を払うと言って聞かない。俺とお袋は困ってしまっていた。すると親父が出てきて、うちのパンの値段を決めるのは俺だ。お客さんが決めるんじゃない。俺が金はいらないと言ったらいらないんだ。それが俺の決めた値段だ。そう言うと親父はまた引っ込んでいった。後輩のお袋さんもやっと納得してくれた。お父さんの頑固で不愛想な姿の陰に優しさが滲み出ています。そして翌日嬉しい出来事が起こります。なんと後輩が弁当を作ってきてくれたのです。これが飛び上がるくらい嬉しいってことかって思うくらい嬉しかった。そしてその時、何かお礼がしたいんですが、と言っていた。家に帰って親父たちに相談した結果、うちの店を手伝ってもらうことにした。給料はないけどその日に残ったパンは全部持って帰っていいという条件だった。後輩は大喜びだった。次の日から後輩が店に来るようになった。とっても明るくなった気がした。親父も昼からはほとんど焼かなかったのに、夕方になって残りが少なくなりそうになったら、慌てて焼くようになった。結構気を使っているようだった。風邪をひいても毎日うちに手伝いに来た。店が休みの時にはうちの掃除なんかを手伝ってくれていた。いて当たり前の存在になっていた。こうして時は過ぎ、中学校を卒業します。俺はうちから一番近い公立高校に入ることになった。後輩は高校には行かずに働くつもりでいた。後輩がうちで今まで通り雇ってくれないかと言ってきた時、うちは高卒以上じゃないと雇わない。でも、高校に通いながら働くのだったら雇う。勤労学生の学費はうちで出す。と親父が俺の方を見て、ニヤつきながら後輩に言った。お袋と後輩は、すみません。すみません。いいのよ。いいのよ。
と泣き出す。親父は一人うなずいている。俺は何が起きたのかわからなかった。結局、後輩も俺と同じ高校に入学し、中学同様に仲良く生活していた。またも両親の粋な計らいで後輩と共に過ごすことができ、高校卒業後はお父さんにパンの焼き方を教えてもらうことにしました。一年遅れで後輩もうちで本格的に働くことになった。後輩の下の弟と次女も俺と同じ高校に入りながら、おじさんのところの豆腐屋では弟が、うちでは妹が働いていた。今では、弟はおじさんの右腕として住み込みで働いている。妹もうちが業務拡大した時からのメンバーなので、なくてはならない存在となった。一番下の妹もうちでバイトをしながら高校に行っている。俺と後輩には今年の夏、子供ができることになった。ここからは高校を卒業して結婚するまでの話が語られます。俺は高校を卒業してから親父に弟子入りして必死になって仕事を覚えていた。でも一時、魔が差した時期があった。友達の紹介で同い年の女の子と付き合っていた。仕事には差し支えないようにしたが、朝帰りすることも少なくなかった。その女の子に部屋に泊まることも多かった。楽しかったのだが、いつも心に後輩のことが引っかかっていた。仕事でも、売り場にほとんど行かなくなったので後輩と話をする機会が、休憩時間くらいになっていた。そのわずかな時間にも俺としては話しかけにくく、また、何を話していいのかわからなかった。後輩の店での笑顔が少なくなったような気がしていた。そして、とっても悲しい目をしていることがあった。後輩のことを気にかけながらも交際を続けていたそんなある日、予想だにしない出来事が起きます。店を閉める前の片付けをしていた時、後輩が店で倒れたのです。お袋が真っ青な顔して、救急車、救急車、と叫んでいたが、親父は店を飛び出して近所の診療所の先生を連れてきた。先生の話によると過労だった。後輩は俺の部屋のベッドに寝かせてその晩はうちに泊めることにした。俺は後輩の横に座って看病していた。後輩は点滴の薬が効いたのか、起き上がれないものの話はできるようになった。後輩は、すみません。私はもう大丈夫ですから彼女のところへ行ってください。と笑顔で言ってくれた。しかし、その日は行く気にならなかったので後輩のそばにいた。後でお袋に呼ばれ、〇〇ちゃんがこうなったのはお前が心配をかけるからだ。と散々怒られた。俺もそう思っていたので何も反論できなかった。お袋は、今付き合っている彼女と別れて後輩と付き合え、それが罪滅ぼしだ。と泣きながら俺に言った。そんなことを母親に言われいろいろと考えてみると確かに付き合っていた彼女に、後輩ほどの思い入れはないことに気がつきます。信じてはもらえないかもしれないが、後輩とは偶然以外では手も繋いだこともなかった。キスはもちろん、体の関係なんて考えられないようなまさに純愛だった。中学からの付き合いで、毎日一緒にいるので何度もそういった衝動に駆られたこともあったが、理性でなんとか抑え込んでいた。今考えてみると、エッチなことをして嫌われるのが怖かったからなのかもしれない。しかし、女の人の手を握ったこともないまま高校を卒業した俺でも、欲求はしっかりあり、どこかで発散したくてしょうがなかった。そんな時に友達から紹介されて彼女と出会った。彼女は後輩とは全くタイプが違い、非常に積極的だった。会ったその日のうちに腕を組んできて、キスもした。次の日には彼女の部屋に呼ばれて泊まるような関係になった。彼女は俺の欲望の全てを知っているかのごとく、全てを満たしてくれた。彼女も好きだったのだと思う。何度でも応じてくれていた。しかし、欲望が満たされるとすぐ、後輩の顔が思い浮かんでいた。彼女のことが好きだったのか？と考えると、好きだったのだと思う。しかし、後輩を思う感覚とはまるで違うものであったことは確かだ。それが、友情、と、愛情、の違いなのか、愛情、と、家族愛、の違いなのかはわからなかったが、非常に申し訳ない言い方だが、彼女のことは肉体関係だけと思っていたのかもしれない。とても勝手な考え方だが、お袋が泣いて言葉にならなくなると親父が、どっちを選ぼうとお前に自由だ。ただし、よく考えて選べ。中途半端なことをして、やっぱり帰る。なんてことをして〇〇ちゃんをまた泣かせたら俺が承知しない。本当に好きな子を選べ。と俺を睨みつけながら言った。俺はまた後輩のそばで看病していた。後輩は眠っていた。不思議とこんな恵まれた環境にありながらスケベな感情は一切、湧き上がってこなかった。そばにいて顔を見ているだけでとても幸せだった。俺はそのまま床に転がって眠ってしまった。気づくと後輩はベッドにはいなかった。店に行ってみると後輩とお袋が口論をしていた。もう一日休め。もう大丈夫、の言い合いだった。結局、親父の一言でもう一日、俺の部屋で休むことになった。俺は看病を命令された。その日、一日中後輩と話していた。中学の頃みんなに冷やかされたことや、学生時代の思い出話、遊びに行った時の話、楽しいことも辛いことも、思い出はいつも後輩と一緒だった。後輩への思いを再確認して心を決めました。翌日付き合っていた彼女に別れを告げに向かいます。次の日、俺は付き合っていた彼女に別れてくれるようにお願いしに行った。ごねられたらどうしようかと内心思っていたが、あっさりと OK された。後で友達に聞いた話だが、俺の他にも付き合っている人がいたらしい。
俺は急いで帰って後輩を呼び出した。そして彼女と別れたことを言って俺と付き合ってほしいと告白した。後輩は呆然としていたが、しばらくして泣き出した。私なんかダメです。私なんかダメです。と繰り返すばかりだった。とにかく考えてもらうことにしてその日は送っていった。家に帰り、親父たちに彼女と別れたことと後輩に告白したことを報告すると二人とも喜んでいた。しかし、お前が今までしてきたことを考えると、〇〇ちゃんに振られてもちっともおかしく、ないんだから覚悟しておけ。と親父に言われた一言が心に深く刺さっていた。後輩への思いを告げた翌日、後輩はいつもより早くお店に現れました。昨日の返事をしたいということで聞いてみると、答えはノーでした。理由を聞くと、小さい頃からお世話になっているところの息子に、これ以上迷惑をかけられない。お付き合いなんて厚かましくてとんでもない。ということだった。親父たちが、今日は二人でゆっくり話し合え。と休みをもらったので、俺の部屋で話をすることにした。俺は、今まで付き合っていた彼女のことが原因だと思っていた。だからそのことをとにかく謝った。すべてを後輩に話し、このことが原因だったらそう言ってくれと頼んだ。彼女とのことが原因だったら、身から出たサビ、ということなのです。なり諦めようと思っていた。しかし、お世話になったとかなんとかという無理やりな理由はやめてほしかった。後輩は、彼女が原因ではないと言った。彼女のことはとても悔しかったらしい。自殺しようと思ったこともあったらしい。けれども俺に、彼女と別れてくれ、とわがままも言えないので我慢していたらしい。後輩はかなり遠慮深いので、本当に俺と付き合うことを厚かましいことと思っていた。俺はそういうことなら俺からお願いしているんだから、俺の願いを聞いてくれ、と頼み込んだ。するとやっと OK をもらった。その日、うちではお祝いになった。後輩の家族も招いて、豆腐屋のおじさん一家も招いて、交際記念パーティー、となった。俺のお袋と後輩のお袋、後輩はずっと泣きながら話していた。その時、後輩の弟がおじさんに気に入られ、豆腐屋のバイトを始めることになった。後輩との交際をスタートさせましたが、これまでと同じで手も繋がないデートをしていました。しかしそれでも本当に好きな人と一緒にいれるためか、欲求は満たされていたようです。俺もタイミングが悪く、プロポーズしようとしていながらなかなかできず、10年が経ってしまった。彼女との交際は相変わらずだったが、愛情は深まっていくばかりだった。うちの店も配達なども多くなり、店がかなり手狭になったので新築することにした。この機会に後輩のお袋さんもうちで一緒に住んだらどうかという親父の提案に俺は大賛成をした。このことを後輩に教えた。そして一気にプロポーズをした。いつものように後輩は泣き出した。私なんかダメです。病が始まったので、思い切って抱きしめた。しばらくして、お願いします。と小さな声で OK をくれた。俺は約10年間持ち続けた婚約指輪をやっと渡すことができた。後輩は、私なんかダメです。病だったが、後輩のお袋さんは、滅相もない病の持ち主だった。結婚の許可はすぐにもらえたが、同居に関しては1ヶ月以上かかった。後輩のお袋さんもうちの住み込み従業員ということでやっと納得してもらって、今はうちの両親、俺たち夫婦、お袋さん、妹二人の7人で暮らしている。もうすぐ8人になるが、ちなみに弟はおじさんの娘と交際中だ。婿養子になるらしい。こうして無事ハッピーエンドで完結しました。まさに純愛と言えるこのお話。視聴者さんはどんな感想を抱きましたか？よかったらコメント欄で教えてください。